どうも皆さん、こんきき、今日もアニメレビューの時間だよ。リュウさん、お帰り。熊本はどうやった？3日くらい行ってきたんだけどね、いろいろと面白かったよ。ええー、なあ、私も行きたかったわ。今回初めて、馬刺しじゃなくて馬ひもってのを食べたんだよ。馬ひも？馬のひもってどこやねん？尻尾のところとか？いや、牛肉で言えばカルビ、中落ちカルビみたいなものらしくてさ、少し歯ごたえがあるんだけど、旨味と脂がすごくて、とんでもなく美味しかった。そこまで。私も何度も熊本行ってるんだけど、バヒモは初めて食べたんだよね。皆さんも、ぜひ、熊本に行く機会があったら、バヒモ食べてみてね。お腹空いてきた。そんなわけで、今日のレビューはこちら、シークレットミッション、潜入捜査官は絶対に負けない、だよ。僧侶枠やー。僧侶枠期待の最新作、今回は、なんと、潜入捜査官、つまりスパイものなんだ。同時期に、スパイファミリーの2期やっとるのに、同じようなジャンルを僧侶枠でやるってのは、たまたまなのかわざとなのか。この作品実質、スパイファミリーそのものだから、アーニャがいないスパイファミリーみたいなものだね。そこ大事なところやー。アーニャがいなかったら、スパイファミリーはスパイファミリーやないやろ。僧侶枠といえば、いろいろな職業が出てくるんだ。ある時は僧侶、ある時は看守、ある時は消防士。美容師とかもありましたね。大人のキッザニアやからな。ちなみに僧侶枠って何？って人は、概要欄に、私の解説動画を貼っておくから、そちらを見てもらえるとわかりやすいと思う。まあ、セクシーなアニメの規制版を地上波や、YouTube で流して有料サイトで、規制なし版を見せるって、方式のやつやな。原作は、大抵年齢制限のある漫画やで。そんな僧侶枠が、今回は、潜入捜査官を扱ってるんだ。ドラッグの生成工場を突き止めた、麻薬取締官のヒロインは、販売ルートを突き止めるために、ドラッグの生成工場になっている、アパートの部屋の隣の部屋を借りることになるんだ。大胆な潜入捜査やな。だけど、女性一人だと怪しまれる。そこで、同僚の男性と夫婦ということで住むことになるんだ。かりそめの夫婦、マジでスパイファミリーやんけ。ヒロインは夜さんなんか？でも、あくまで、夫婦のふりをしているだけ。壁が薄いアパートなのに、新婚の夫婦の部屋からは、夜の声が一切聞こえないことを犯罪者は怪しんでるんだ。怪しむポイントそこ。そんな彼らの声が聞こえてきた二人は、セクシーなことをすることでごまかすことになるんだ。くさ、さすがは、僧侶枠、1話からぶっ飛んどるな。今作、構図が独特でさ、もしかしたら作画ミスなのかもしれないんだけど、ヒロインと同僚が、セクシーなことをしてるシーンが、こんな感じなんだ。犯罪者たちの目の前でやってるん。いや、あるはずの壁が描かれてないんだ。くさ、あかん、このシチュエーション面白すぎるやろ。ちなみに、6話でも似たようなことが起きててさ、潜入捜査の中で、犯罪者に、牢屋にぶち込まれちゃうんだけど、その時のシーンがこちら。なんやこれー。ヒロインの胸に鉄格子が挟まってるだけでも意味不明な状況なのに、そこにさらに胸を隠すための服がかぶさっちゃってるから、知恵の輪みたいになっちゃってるんだよね。これ一回服を脱いで、鉄格子の外に服を出した状態で、胸に鉄格子挟んだ後に服を着ないと、こうはなりませんよね。一体、どうして、こんな構図になってしまってるのか、1話の壁が消えてるシーンといい、6話のこのシーンといい、異次元の構図が生まれてるんだ。僧侶枠でしか絶対に見かけない、大次元な構図やな。物語にも作画にも突っ込みどころが多いんだ。ヒロインは、虚勢を張って彼氏がいるってことにしてるんだ。でも、夫婦のふりをするために、いろいろなセクシーなことをやりまくる。いつもの僧侶枠やな。同僚男性も、僧侶枠の男性キャラらしく、股間が暴走気味で、我慢できずに、いろいろなことをやりまくるんだ。僧侶枠版のロイド、股間が黄昏るどころか、日の出みたいにギラギラやんけ。序盤を過ぎると、ヒロインはあっさりと、犯罪者にスパイ、麻薬取締官であることがバレて捕まっちゃうんだ。くさ、この夜さん無能すぎるやろ。非合法の強力な媚薬まで盛られちゃうからね。今回の僧侶枠、かなりギリギリのライン攻めとるな。セクシーなシーンは、オンエア版では当然カットされてるんだけど、死後のシーンでは、結構大胆なことをしたことがわかるようになってて、規制版でもしっかりと楽しめるんだ。その楽しめるには、いろいろな意味が含まれてそうやな。犯罪者に薬を盛られて、無理やりやられそうになる、そんな危険な状況で、同僚の男性が助けに入るんだ。そのラインは守っとるのが面白いところよな。いやよも、好きのうちな展開とか強引に、って展開はあるんやけど、ほんまにヒロインが嫌がることはしないってのが、僧侶枠のギリギリわきまえとるところや。そんなピンチを助けてくれた同僚の男性にヒロインが惚れないわけがない。ちょろい。序盤はただの同僚で、夫婦のふりをしていただけなんだけど、徐々に恋心も湧き上がってくるんだ。丁寧な恋愛感情の描写だよね。せやろか。終盤からは別の場所に潜入捜査したりもするんだけど、ここでもあっさりと捕まる。あまりにも無能なスパイファミリー。ちなみに同僚の男性は、捕まっててやばいって、命の危険のある状況でも、股間が暴走してるんだ。くさ。捜査官同士だからこそ、恋愛感情は厳禁。でも、その感情を抑えることが、二人にはできない。今は、そういう関係に離れない。でもいつか、そんな可能性を感じるラストで、物語の幕は閉じるんだ。なんか、こう、僧侶枠らしいって感じの作品やな。
清々しいほどの総量枠作品なんだよ。セクシーなシーンの数々、ツッコミどころの数々、今作ではそこに作画の面白さまである甘い懲罰、私は感謝専用ペットを思い出すような作品なんだ。総量枠初期の名作やな。いや、名作かな。まあ総量枠って何みたいな人にはこの作品の面白さはわからないと思うんだ。総量枠、こういう作品をやってきたっていう過去があるからこその面白さもありますからね。逆を言えば総量枠が好きな人にはたまらない作品なんだ。これだよこれって言いたくなるような総量枠の魅力が詰まってる作品だったよ。今回の総量枠は当たりやったんやな。気になるところがあるとすれば、過去の作品に比べると結構過激なシーンも多いところだね。 YouTube で公式に配信されてるものはかなり規制も厳しくなっちゃってるし、今後さらに過激になっていくのかって気になるところではあるんだ。ギリギリを攻めすぎてるってことですね。総量枠にあまり過激なものは個人的には求めてないから、この辺がギリじゃないかなって思うんだけど、今後総量枠の過激さがどんどんと強まってくるのか、それともこのくらいのラインで抑えるのかは気になるところではあるんだ。いくら規制されてて決定的なシーンはカットしてるとはいえ、事後の光景は描かれたりするからな。こうなってくる時になるのが次回作だよね。まだやるんか。いつまで続くんや総量枠。次回は明け馬キャラも癖してスパダリ王子に寵愛されていますという BL 作品になるみたいだよ。お、総量枠の BL って当たりが多くないですか？うん、特にここ最近の総量枠の BL は面白い作品が多いんだ。森の熊さん、冬眠中、魔王イブロギアに身を捧げよ、巨人族の花嫁と名作が多いんだ。特に巨人族の花嫁はヤバかったな。 BL っていうセクシーな要素の多いジャンルだからこそ、総量枠以外ではめったにアニメ化されないんだよね。昨今は BL に限らずセクシーなアニメはなかなか難しいもんな。うるさい大人が多いだけに、10年とか前よりもその程のアニメはぐっと減りましたよね。いわゆる紳士枠のアニメがやりづらくなったからこそ、1話5分くらいのこの枠でこっそりと大人に見つからないようにやってるんだ。闇市みたい嫌な総量枠。そんな総量枠の BL 最新作期待しない方がおかしいよね。さすが非公式総量枠 YouTuber、 総量枠への信頼度がやばい。皆さんもぜひ本作含めて全ての総量枠を今だからこそ一から見てほしい。そうすれば私と同じようにこの作品の魅力に、そして最新作への期待感が伝わるはずだよ。ちなみに総量枠作品は全部 YouTube で無料で見れるで、ついでに言うと、リュウさんは総量枠さんから一銭もお金もらってへんで、ステマやなくて、これはダイレクトマーケティングや。この作品もスパイファミリーと同じく2023年秋アニメの派遣になるかなって思ってたんだけど、まだまだ総量枠の魅力に気づいてない人も多いんだろうね。タイトルだけで、あ、ってなる作品が多いからな。空見ない人の方が圧倒的多数や。私も、まだまだ、非公式総量枠 YouTuber としての実力が足りないってことなんだろうね。歯がゆいところだよ。総量枠のコミクヘスタさん、リュウさんは、総量枠のためなら顔出しして、公式番組に呼ばれる準備はいつでもできてるで、非公式から公式になる日を待ち望んだるんや。余談だけど、私、冗談でいつか公式にしてくださいって言い続けてるんだけどさ、なんか、たまに、本気でそれを受け取る人がいて、公式になれるわけないだろとか、ステマなんじゃっていう人いるんだよね。くさ、冗談が通じてへんのか。まあ半分は本気だけどね。え、ではまた次回。じゃん。